鉄レビュー、いってみたいと思いますね。5連戦の2つ目、5分の2ですね。8月の12日水曜日に、行われるゲーム、こんなになるんちゃうかなという感じで、ちょっとお話しさせていただきたいと思います。それでは、さあ、昼ご飯食べに大戸行ってきます。そろそろ軽食会場に向かいたいと思います。なんか光で見えづらいけど、ホテルで軽食食べて、その後ミーティングして、でみんなでスタジアムに向かいます。今日は、まあ、沖縄緊急事態宣言出てるっていうのもあって、リモートマッチ、無観客で試合行われるんですけど、相手はヴァンフォーレ甲府で、去年2敗してるのかな、うちは。まあ、攻撃は、まあ、だんだんこう、チームとしても良くなってきてるし、僕自身こう、ゴールに絡むような仕事ができればいいかなっていうふうに思いますね。まあ、得点だったりアシストだったり、積極的にプレーできたらいいかなと。趣味の部分はもう本当集中、準備の部分で集中するってことを、やんないとあっさり失点するんで、まあ、ポジショニングとかですね、早く対応できる準備をなるべくしてやられないようにしたいと思います。今日も集中していいプレーして勝ち点3取っていきたいと思います。頑張っていきます。
試合終わって今帰ってます。1対2で負けたんですけど、相手のペナルティーエリアになかなか入っていけなかったかなっていう印象です。まあ、また中3日ですぐ試合あるんで、まあ、コンディションと、まあ、気持ちの部分うまく整えて次に向かっていきたいと思います。まあ、久々に負けて本当腹立つけど、まあ、また次に次やっていくしかないんでね、まあ、帰って映像を見て、まあ、冷静にまた分析して、まあ、もっと良くなるように次勝てるように準備したいと思います。